いつまでこんなことを続けるのかね中国は。何何、一体どうしたの？はいはい、中国の南シナ海、台湾海峡、そして日本の尖閣諸島周辺の傍若無人な行いのことだね。そうだよ、あいつら一体何なんだよ。漁船だけじゃなく、海軍の護衛艦や空母まで他国の領海に進出してきてるんだぜ。喧嘩売ってるとしか思えないよな。あの中国の行いには、日本だけじゃなく他のアジア諸国も脅威を感じてるからね。もちろんアメリカを含むヨーロッパ諸国も抗議はしてるんだけど、収まるどころか、どんどんエスカレートしてるもんね。この中国の、他国からの批判もお構いなしの行動には、各国の専門家から様々な考察が出ているんだよね。今回はこの件に関して、いろいろと見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2021年現在でも、中国は南シナ海、台湾海域それと日本の尖閣諸島周辺で、海警局や海軍戦力、一般の漁船まで周辺海域の国々の抗議や批判を意に介さない強靭な姿勢を崩さずに、いわば戦略行為を続けてるんだよ。この行為は今に始まったことじゃなくて、もう10年近く前からずっと続いてるんだ。中国の海洋進出は今に始まったことじゃないが、野良知ってたが、ここ数年えらく強気な姿勢だよな。ほんとだよね。でも、一体中国の海軍の実力はどれくらいなんだろう？一応軍事大国と言われてるのはわかるけど、あんまり強いイメージはないんだよね。いやいや、かなりの実力だと思うぞ。軍事費だって半端じゃないからな。それじゃあ海軍の軍事力を測るのに最も重要な中国の空母を見ていこうか。まず中国初の航空母艦として登場したのが、遼寧だね。ウクライナから別目的で調達した旧ソ連のアドミラル・クズネツォフ級航空母艦を元に完成させたのが、中国海軍初の航空母艦なんだ。これが2012年の話になるよ。この遼寧を建造する上で得たノウハウや技術を元にして国産の航空母艦の建造にも取り掛かり、002型航空母艦3トンを2019年に完成させ、現在は003型航空母艦も建造中なんだって。この建造ペースは世界各国と比べてもかなり速いペースだと言えるね。逆に意外だぜ。中国ならもっと早い段階で航空母艦を建造してると思ってたんだけどな。そうだね。ある専門家の話では2000年代に入ってから、中国は海洋進出に力を入れ出したということだね。このあたりから航空母艦だけじゃなく、護衛艦、駆逐艦なども急ピッチで建造し始めたようだよ。現在建造中の003型航空母艦は、最大排水量で8万5000トンにも達すると見られていて、動力源にも原子力を採用、電磁式カタパルトも採用され、アメリカ海軍の大型原子力空母にも劣らない規模の航空母艦なんだ。すごいね、アメリカの航空母艦に匹敵するなんてさ、さすがは軍事大国といった感じだね。そうなんだよね。さらに、これだけの大型航空母艦を運用しようとすると、アメリカ軍が行っているような航空打撃群の編成が必要不可欠になってくるんだけど、そのあたりも抜かりなく、艦隊の防空を担う新型の055型駆逐艦も8隻も建造中だという話だよ。この055型駆逐艦は、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に、VLSO 112セルも搭載している大型艦でアメリカのタイコンデロが9よりも巨大なんだ。それだけ大型になると、駆逐艦というよりも巡洋艦になるんじゃないか。確かにね、アメリカでは、この055型駆逐艦を、ミサイル巡洋艦と称していて、同様に NATO が名付けるコードネーム上でも連配型巡洋艦と呼称されていて、巡洋艦だとみなされているみたいなんだよね。でも、第二次世界大戦以後からは、戦艦という艦種自体は存在しなくなっていて、駆逐艦、軽巡洋艦、重巡洋艦というような当時の艦種分類も、あまり意味はなくなってきてるんだよね。さらに、こうした駆逐艦に加えて空母打撃群に欠かせないのが攻撃型潜水艦だよね。これは2006年に就役を始めた093型原子力潜水艦がこの任に当たってるんだ。中国の093型潜水艦といえば2018年頃に、大きなニュースになったよな。それ聞いたことあるよ。テレビの報道でも騒がれてたもんね。簡単に説明すると、2018年1月に中国の潜水艦が尖閣諸島内の、日本の領海内に侵入し先行したまま航行した。もちろん日本の海上自衛隊が追尾を続けた。そのあまりの執拗な追尾に耐えきれず、中国の潜水艦は、
東シナ海上で国旗を掲げて浮上したんだ。その国旗を掲げて浮上したことが白旗を上げて降参したと言われたんだよな。一部の評論家の間ではそう言われてたみたいだね。真相はわからないままだけどね。この事件で、中国の093型潜水艦の静粛性は極めて低く、現在の日本の対潜哨戒能力なら十分に探知可能だと言われたんだ。でも現在建造中の095型潜水艦は最大の課題の静粛性の対策が進められて、対地攻撃能力を強化した兵装が備えられると予想されていて、2020年には実戦配備されてるんじゃないかと言われてるんだ。こうやって見ると、中国はすごく速いペースで海洋の強化を進めてるんだね。中国は自国はこのように驚異的な速さで、中国海軍を強化しているんだけど、海上自衛隊の護衛艦出雲、加賀の航空母艦化に伴う、F-35 型ライトニング戦闘機の搭載に関しては日本を非難してるんだよ。なんだよそれ、ふざけんなよな。自分らは海軍を強化しまくってて、日本がやると非難するって、おかしいだよ。ほんとだよね。中国の言い分は、日本が太平洋戦争以来となる航空母艦を保有し、アジアの平和を脅かす軍事力を得ようとしている。で、自国のことは棚に上げてよくわからないことを言ってるんだよね。何それ?頭悪すぎじゃない。日本国内でも一部の左派側が、航空母艦は攻撃的兵器に該当するので、専守防衛を掲げる自衛隊が保有するのは間違ってるという意見もあるんだ。この意見は、ちょっと的外れだよな。自国の守るための配備だからな。そうだよ。日本国内にもこういう人がいるんだね。残念だよ。まあいろいろな意見があることは仕方ないさ。でも、僕もこの意見には疑問を感じるよ。現在の海上自衛隊が出雲加賀を航空母艦化すると言っても、艦載機になる F-35 ライトニング戦闘機の搭載数は最大でも10機程度なんだよね。それを考えると、航空打撃群の構築は難しいよね。だから、出雲加賀の航空母艦化は日本の防衛のためには必要最低限な軍備だと思うんだ。アメリカの大型航空母艦の空母打撃群や戦闘機を20機以上も艦載できる強襲揚陸艦とは違って、東方までの遠征も難しいからね。こちらから他国に攻めに行くということも視野には入っていないよね。あくまでも、南西諸島防衛に向けて陸上の滑走路が破壊された時に、航空機の運用ができるようにするための処置の一環で多数の艦載機による大規模攻撃を行うための目的ではないんだよね。艦艇数や航空機の数量自体では中国に全く及ばない日本の自衛隊が質的優位性で勝る F-35 ライトニング戦闘機を艦載することは防衛力強化のための苦肉の策とも言えるんだよね。ほら見てみろよ。あくまでも自国を防衛するための最低限の軍備だよな。わかったか?中国さん、中国の海軍が強化されてるんだから、日本側も防衛するためには量より質で対抗していくってことだね。そう、日本の自衛隊はただ兵器を増やしていくという考えではなく、自国を防衛するために、他国に質で勝っていこうってことなんだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。